おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3635です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後にね言ったと思いますけど、今回ですね、前回紹介したやつ、そちらとですね以前紹介した同じやつ、そちらのですね肌の色はねまた違うやつがね新しく出たということで、そちらをねやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、サーティミーズシスターズオプションボディーパーツビヨンドザブルースカイ1カラー C、 こちらをねやっていきたいと思います。違いに関しましては、前回紹介しましたカラー B のまあ肌の色が違うカラー C となっておりますよと。なので採用されているのはルルチェとなっておりますよと。それ以外に関しましては衣装の構造とかね、デザイン関係全部一緒となっております。付属品も基本的に一緒です。一応パッケージはこんな感じで、横を見るとこうなっております。マイクとか手首パーツ、胸部パーツも3種類、歯の色がね、こんだけ違うよと。カラー A とカラー C の違いがね、こういう風に載ってきております。で、ももパーツというかね、これを変えることによって、身長をね、変えることができるとか、組み合わせ例がこんな感じでね、とりあえずこちらだとルルチェですよと。で、あとここですね、イルシャナとシアナアモルシアを使ってるってね、一応こんな感じのね、一例がありましたと。で、横がこうで、反対側と。まあ、こちらもですね、先ほどとね同じような感じで組み合わせ例のね一部になっておりますよね。まあ一応こんな感じでね組むことができるというふうになっております。では早速開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。いつものパターンですね、箱を逆さまにしてスポンと抜いておりますので、説明書が上ですけど本来そこですよと。まずはランナーからね見ていきたいと思いますんで、説明書は避けてパーツから見ようかなと。ただここもですね、前回と同様でこちらのね、金色の部分とかね、マイクパーツだったりとかね、白い部分、水色。ここの部分は、カラー A、カラー B ともに一緒です。で、こちらに入ってきております肌の部分ですね。ここの部分がカラー C になっているよと。で、次の袋ですね。こちらもね、同じく金色のやつとかね、手首パーツとか、こちらも一緒で、ここに入っているランナーですね。ここの部分がカラー C になっております。で、ここの袋は基本的に全部一緒ですね。なので、違う部分は本当に肌の色だけという感じになっておりますよと。で、説明書の方に行きましてと。サーティミーズシスターズオプションボディーパーツ、ビヨンドザブルースカイ1カラー C となっておりますと。ランナーリスト、A、B、E、D、HD、あとはスカート、シール。ここの部分は基本的に A、B、C 共通で、C と F ですね。ここの部分の色が、A なのか B なのか C なのかっていうね、それぐらいの違いですよと。なので組み立て構造は基本的に一緒で、胸部パーツ3種類ですね、こちらを作るとか、あとは中ですね、ボディーパーツの作り方が全部変わったりとかしますよと。違う部分に関しましては、まあここでね解説になっているルルチェになったりとか、まあ、あとはねこちらの部分の組み立て方は基本的に一緒ですが、ここでね採用されているのがちゃんとルルチェに変わってるとかね。で、あとはここですね、こちらの部分とかね、細かい部分がちゃんとね今回のものに変わってるという感じにはねなっておりますけど、構造自体はね基本的に同じになっておりましたと。はい、一応ランナーとかね説明書に関しましてはこんな感じとなっておりますので、組み立て作業はね全て省略で、パッケージにねありましたルルチェでね作っていきたいと思いますんで、とりあえずこちらのパーツはね構造一緒なんで省略していきたいと思いますんで、ささっと組んでねルルチェの方を用意していきたいと思います。はい、パーツ一式準備できましたと。とりあえずこちらに関しましてはね、前回紹介しましたビヨンドザブルースカイ1のカラー B ですね、そちらと以前紹介しましたカラー A ですね、そちらと基本的にね構造は同じということで作っておきましたよと。ただですね、手首パーツの数がね実はちょっと違いましてね、ここにあります手首パーツ、ここの部分が前回紹介したカラー B の方にはねないっていうね、ある意味新規造形みたいな手首パーツがね1個付属してきております。なのでこの手首パーツだけ今までと違うという感じかなと思いますけど、それ以外のね部分に関しましては基本的な構造は同じとなっております。で、構造は同じとなっておりますんでね、可動範囲とかねその辺もね基本的に変わらず、色だけ違うというふうになっておりますんでね、とりあえず完成させていきたいと思いますよと。その時に使うのが一応こちらですね、以前紹介しましたルルチェですね、こちらを使っていきたいと思います。で、つける時ですね、頭部パーツだけ移植してもね首パーツがありませんので、首パーツも移植しますよと。とりあえず頭部外して首パーツを外すと。で、この時ですね、こちらの首パーツに関しましては横タイプになっておりますんでね、全部にねしたい方はオプションボディパーツがねいっぱい買ってればね首パーツ余ってくると思いますんでね、その中から好みのやつを転用しましょうと。で、今回使っているねルルチェに関しましては
最初期にね出たやつとなっておりますんでね、今のこちらのね肌の色とね若干違うんですね。なので肌の色をね合わせたいのであれば、再販されているやつをね入手した方がいいかと思いますね。一応違いはね、トーパーズの中身のねここの構造ですね、こういうところが若干ね違ったりとかするみたいなんでね、まあそういうのも含めてね、これからね入手する方はその辺をねチェックした方がいいと思います。とりあえず台座はね付属してきておりませんので、別のやつをね使っておりますけど、頭部パーツね組み付けていきますんで、用意した首ジョイントをここに入れると。で頭部パーツをねここにパチッと入れてあげると、はい、こうすることによってカラー C のルーチェのねビヨンドザブルースカイ1完成となります。とりあえず正面がこちらですね、で横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっております。でここにですね髪飾りのねパーツがありますよと。とりあえずこちらに関しましてはね、シリーズ共通で腕とかね足のところに拡張パーツをね設けた時につけるパターンになっております。それ以外だとこれはですね専用のね髪の毛パーツのところにブスッとね刺すパターンになっております。なので通常のですねサーティミツシスターズの頭部パーツにねつけることができませんので、特に今回ですねルーチェのパターンだとこういう風にねポニテねなっておりますんで、この中間に挟む専用のパーツが新規造形になってて、そこにつけることができるギミックですねとかがあれば、このパーツをねここに組み付けることもできますし、あとは前髪とかね頭部パーツもいいんでね、今回のやつに対応するやつがあればここにねつけることができるんでね、こういうようなね連動ギミックのパーツっていうのがね新規で造形されててもよかったのかなとちょっと思いますね。で今回胸パーツに関しましてはね、ここにですね2つありますが、とりあえずこちらはですね三角のパターンで、これが丸のパターンですね。で今つけているのは四角のパターンになっておりましてね、一番大きいタイプのやつをつけております。元々のルルチェのボディーパーツはですね、まあ一応こんな感じでね、どちらかというとね三角のパターンにね近いと思いますけど、以前紹介しました水着ボディですね、タイプ S04 かな5かな、そちらだとですねかなり胸がね大きく造形されておりましたので、一応そちらをね参考に組んだ形にしておりますんで、まあ一番大きいパターンでね作っておりますけど、この辺もですね一番大きいやつだったりとか、まあ中間小さいやつという風に選択してね作ることができるギミックはねシリーズ共通となっておりますんでね、このようなね大きさで作ることができるようになっておりますよと。はい、でまあ前回紹介しましたカラー B、 あの時はですねカラー A とねパッと見同じようなね感じに見えるんですよね。でよく見ると肌の色がねさらに明るいっていうかね、そんな感じになっておりましたけどね、こちらのカラー C はですね今までのねやつと違ってね一番わかりやすいかなと、褐色肌になってますんでね、一番わかりやすい感じになっておりますけど、一応こんな感じでございましたと。とりあえず手首パーツですね、まあ物申しがね今までやってきておりますんで、一応新規の手首パーツですね、そちらをねつけておこうかなと。その手首パーツが一応こちらですね、付け方は従来と同じ、ジョイントから手首パーツを外して今回のね手首パーツをつけてあげれば、こんな感じでね手首パーツをつけることができましたと。まあこの辺はですねシリーズ共通となっておりますんでね、こちらの手首パーツをね別のやつにつけることもできるというふうになっておりますけど、まあ一応こんな感じでございますよと。はい、これでとりあえず今回のルルチェ、前回のティアーシャ、そして最初に出たねカラー A の方にリシェッタをつけてあげればね、初期の3人でビヨンドザブルースカイのねこちらの衣装をねつけた状態にできますんでね、それぞれ揃えてね組み合わせてみるっていうのもいいと思います。とりあえずカラー A の方はねちょっと用意しておりませんので、前回紹介しましたカラー B ですね、こちらとねちょっと組み合わせてみようかなと。はい、まあ一応こんな感じで、こういう風にね B と C ですけどね揃えてみるとねなかなかねいいと思いますね。肌の色のね差がねはっきりしてるんで、こういうところの違いだったりとかね楽しむことができるんでね、そういう点はいいのかなと。ただ B の方も C の方も同じなんですけどね、本家と言いますかそちらのシャイニーカラーズの方ではね、とりあえず今のところね両方とも使用用途がねありませんので、店頭にはねかなりの数が余ってると思いますんでね、これから入手しようとするんであればね両方ともね問題なく買えると思いますんでね、ティアーシャとかねリシェッタとか他の B とか C のねキャラクター持っている人は入手してね組み合わせて楽しんでいただけると思います。でとりあえずこんな感じでねそれぞれね用意しておりますけどね、こちらのカラー C のねボディーパーツの一部をこっちに組み合わせることによってね日焼けをね再現するとかね、いろいろね楽しむ要素がねありますんで、いろいろね入手して楽しんでいただければと思います。はい、ということで今回ですねサーティミーツシスターズオプションボディーパーツビヨンドザブルースカイ1カラー C、 こちらをですね紹介していきました。はい、ということで次回ですね、
次回はこちらのですね、ビヨンドザブルースカイ1のカラー C ですね。こちらとね、同時発売されました。以前もね、紹介したことがあります、オプションパーツの手足ですね。そちらのね、新しいカラーが出たということで、そちらをですね、次回やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。